オルドーニョ四世は、レオン王、悪王と呼ばれた。アルフォンソ四世と、王妃オネカの子として生まれた。ラミロ二世のおいにあたる。オルドーニョ三世没後に、三ン一世が即位し、激しい内戦が起きると、貴族らは、三ン一世を追放し、オルドーニョ四世を王いにつけた。非常に短い間だったため、その知性については知られていない。年に、が、 レオンに近づいている知らせを聞くと、彼はアストリアスへ逃亡した。961年以降は、ブルコスに身を隠したが、さらに妻を置いて逃げなければならなかった。妻の父親、フェルナンゴンサレスが、サンチョ一世と同盟を結び、彼の庇護を受けられなくなったためだった。彼はついにメディナ世里の将軍ガーリブに降伏し、コルドバへ連行され962年か963年に、 死んだ。後に、彼の遺骨は、レオン王国へ送られ、サンイシドロデレオン聖堂の王室霊廟に埋葬された。958年頃、カスティーリャクフェルナンゴンサレスの娘で、オルドーニョ三世の未亡人であるウラカフェルナンデスと結婚した。年代記を記したサンピロによれば、二人の間には西が生まれ、そのうちの一人がルシアは、父によって人質として、 コルドバイ送られている。ありがとうございます。